ビートライブアンダーフィフティーンのココです。今日はチョコレートホールマコさんクラスを体験リポートしたいと思います。イエイ。マコ先生はどんな先生ですか？優しい先生です。マコ先生、レッスンアピールお願いします。ロックダンスは基礎をすごく大事にしてます。形が結構しっかりしたダンスなので、本当に基礎を、まあ、最初に徹底的にやって、であとは振り付けを、まあ、やる感じですね。でも一番大事なのは、ダンスリズムに乗って楽しく踊ることかなと思ってます。マコさんクラスを受けてみて、普段私はゆうゆうさんクラスを行かせてもらってるんですけど、ゆうゆうさんとは少し違ったロックダンスを踊れてよかったです。勉強になりました。